最後の曲ですけれども、一番最新の、ね、曲、架け橋という曲です、実は東京の12月1日のライブでこれをやる予定で、ここのライブのための練習としてね、あそこほら無料ライブですからね、練習にいいかなとか思いながら、ここの前に1回ちょっとやっとこうと思ったんですけど、ちょっとねまだ覚えたてで、これちょっとやばいなと思って、さらっとさらっとさも何もなかったかのように新緑をやって終わりにしたっていうね、ことなんですけど、これね11月にドイツに行って、その時思いついて書いた歌詞から作ったもので、別にドイツ行ったから曲作ろうとか全然思ってなかったんですけど、帰りの飛行機の中で、ね、なんかどうだったんだろうなとか思いながらなんか書いてったら、あ、なんか曲にしたらいいかなっていうのを思って書いていたんですけど、本当にそのドイツに行った時に、まあ、結構寒いんですね。で、僕は毎日アホみたいに300キロとか200キロとか電車を3つ乗り継いであちこちに行って写真を撮って、まあ、言ってみれば東京にいるけど今日は京都を撮って、それから福岡に泊まって、それから今度は長野に行ってみたいなことをドイツでやってて、で途中でふと気づいて、うわ、なんでこんなにね、あっちこ別に仕事っては仕事なんですけど、別に誰かから頼まれた仕事じゃないから、別に寝ててもいいわけだし、別にあちこち行って別に寒い中写真を撮る必要もないって思ったんですけど、やっぱり写真撮りたいしあちこち行きたいなと思って、やったんですけど、なんかその時に思ったのはね、なんかこう好きを仕事にとかって言いますけど、やっぱいろんな障害物が現れてきた時にそれを乗り越えられる情熱があるのかっていうのをやっぱり思っていて、で例えば僕が旅を始めたのはもう20年以上前ですけれども、やっぱりその時は、ね、20代の人とかみんな旅が好きでバックパッカーになって半年に一度はあちこち行って、今度はインド行ったから次はタイに行くぜみたいなことを言ってたんですけど、やっぱり年々脱落していくんですね。まあ脱落っていう言い方はちょっと違うと思うんですけど、もう旅はいいやとか写真はいいやって言って、やっぱりだんだんいなくなってで、僕はまだ残ってる、そのね、めんどくさくてもね、めちゃめちゃ距離が長くても僕にはまだその、ね、旅する情熱とか写真を撮る情熱っていうのがなんか残ってるんだなっていうのと、あとやっぱりドイツに行った時に、Facebook とかでねドイツの写真とか聞くとすごい反応が良くて、なんかそれがなんかモチベーションになってて、なんか自分一人で孤独にね撮っててもあれですけど、あ、みんな反応してっから次もソーセージ食べるかとかなんか自分も体験してるけどネット越しに皆さんがいてそこでつながってるからまた頑張れるみたいな、なんかそういうことが、まあ、自分の使命なのかなという、まあ、ある種の自分のテーマ曲ですけれども、架け橋という曲をやりたいと思います。別よ
Oh,